水しぶきを浴びても決して消えないギブアップノットマインド、永井恭也選手です。よろしくお願いします。今回のこの G2 モーターボード大賞、はい、企画レースということで、はい、昭和対平成ということになってますが、なってますね。もちろん平成やもんね。もちろん平成です。平成何年生まれですか？僕は4年です。あ、平成4年生まれ、はい、じゃ あのちょっとそういう世代間格差が出ればなという質問を、はい、いくつか用意させていただきましたので、はい、答えていただきましょう、はい、まずはこちらドン、円周率はいくらで習いましたか？ 3.14。 あ、 3.14。 え、じゃあ、パイ？いや、すいません。え？ 3.14 ね、はい。僕らも 3.14 ですわ。平昭和も。はい。3.14。はい、3.14、はい。実は最近はもう3で習ってるそうです。いやいや、ありえないでしょ。ありえないでしょ。はい。一応、初めて恋人に電話をしたのは、スマートフォンか、携帯か、固定電話か。どっちかな、固定電話かな。お、固定電話。公衆ではない。公衆ではないけど、家の電話、はい、だと思います。携帯もなかった、はい、あ、意外と昭和な方、はい、意外とそうかもしれない。そうやな、平成4年から。あ、でも高校生の自分でも持ってたんちゃうの、携帯とか。いやいや、高校生とは書いてないでしょ。あ、まあまあそうか、はい。いつ初恋、いつ。いや、中1とかだったら。あ、ですよね、はい、イケメンモテたんやな。いやいやいや、そんなことは言ってないですよ。、はい、そんなことは言ってないです。わ、はい、かりました、はい。さあ、それではですね、はい、2日目まで終えてちょっと真面目な話を聞きますが、はい、2日目グッと成績が上がってきたかなという感じがしますが、どうでしょう。そうですね、今日は内枠にそうだったんで、2コース1コースだったんで、まあ落とせない一戦でもあったんで、まあ、ここは踏ん張りどころかなと思って、まあ、いたんですけど、まあ、とりあえずは落としました、はい。スタートは見えてますか？スタート今節、常滑にしてはしやすいなと思います、自分は。ご自身のターンとか、まあ、自身の状態自体はどうでしょう？いいコンディションだと思います、はい、いいコンディション、はい。じゃあこれから、まあ、予選後半戦に向かっていきますが、はい、まだまだ期待できそうやね。期待してほしいですね、はいはい。さあ、それでは永井恭也不安に最後に一言、はい。いそいそ精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。永井恭也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。